ではここからは豪華な地元選手ゲストのお知らせです。佐藤慎太郎選手に今日はご登場いただきます。よろしくお願いいたします。おはようございます。おはようございます。いやすごい朝からパワフルですね。おはようございます。よろしくお願いいたします。今日はリモート出演ということで、この岩金杯争奪戦最終日ご登場いただきました、山口さんにもここから加わっていただきます。おはようございます。おはようございます池田さんの時とちょっと挨拶のテンションが違うんじゃない？ちょっとそりゃそうですよ。全国の皆さん見てるんですよさっきのリハの顔を見せてあげたかったわ。音声大丈夫ですか？ところで大丈夫です。大丈夫です。ありがとうございます、はい、優しいところを見せていただいて、はい、さあね、今日は決勝ということで、地元選手も勝ち上がっていますけど、そのあたりどう見てますか？はい、地元のゆうたとね、信弘が上がってくれたんで楽しみに見てます。そうですか、ね。佐藤慎太郎選手ご自身の近況としても、大きな舞台一つ終えました。そのあたりちょっとね、山口さんとも振り返っていただきたいんですが、はい、どうですか？ちょっと自転車は進まなかったですね、前回ね、だけどやっぱり候補に置かれても大敗しないやっぱり強みですよね、やっぱりね。位置の悪い時にね、どこまで突っ込めるかみたいのは追い込み選手のそのテーマだと思うんで、必死にやってます。いやもう5着以降がないですもんね、全く。でもね、コーチさんそうやって褒めてくれるけど、1着取れる展開で4着になったレースもありましたからね、ありましたね。ああいうのは悔しい。やっぱり悔しいよね、ああいうのはね。はい、じゃあそのレースはやめて、突っ込んだレース、ちょっと一緒に見ていきましょうよ、3日目のレースを。あ、そういう何、はい、お気遣いをしてくれるんですかこれ3日目ですね。3日目、はい、小松崎選手というのは佐藤君から見てこうどういう存在なんですか？太一は僕の中では本当北日本の中でもね、一番なんというか信頼できる選手ですね、本当お世辞じゃなくて本当に、どのあたりがこう信頼できるところなんですか？やっぱり太一でかいんで風が来ないんですよじゃあいいのもでかいじゃない、そしたら。ああ、いいのもいいですよ、最近調子も戻ってきてますしねはいね、これは小松崎君が行って、先行が寺崎君になったわけですが、ここからではもうどういった突っ込む自信はやっぱありました？寺崎強いんでね、でなおかつ2番手に稲翔がいるんで、ブロックもありますし、落ち着いて仕掛けてくれればいいなというふうに思ってました。突っ込んでこう2着に来るわけですが、やっぱ番手の時にグッと差し込みたいですよね、1着取りたいですもんねやっぱ取れる1着を取れる時にきっちりチャンスをものにしたいですよね。二次予選なんかちょっと悔しかったんじゃないですか？もう悔しくて眠れなかったし、すごくこうネガティブな気持ちになりましたね。もうこのまま終わってしまうんじゃないかみたいなね、そこまで思った、やっぱりなんか中野さんとかね、山口浩二さんたちがね、俺のことスカウトしてくるでしょ、こっち側にだからちょっと選手として限界なのかなみたいな風にちょっと思いましたよ。そんな池田さん、リップサービスですから。いや、そうですかね、ですけど、どうですか、こうベテランになって、こうますますこう最近人気が出てきたじゃないですか、お客さんの声援がどうですか？お客さんの声援がなかったでしょう、今回は、寂しかったですよね。
そうなんで、やっぱり岩木平はね、お客さん入ってますし、選手のモチベーションもすごく上がってると思いますよ。じゃあもう飯野くんなんか むちゃくちゃこう気合入ってるでしょうね。ゆうたなんかもうやばいじゃないですか、今日あたりはもう気合入っちゃってもういつも以上にマッチョになってると思いますよ。想像つくな想像つくな。すごいですね、やっぱお客様の、ね、力っていうのも大きいんですね、まあ、その、ね、お客様というお話も出ましたけど、そのお客様も楽しみにしているのがここいわきでのオールスター競輪の開催なんですが、佐藤慎太郎選手はいかがですか、 G1 地元で。はい、あの地元の G1 っていうのはなかなか本当走る機会っていうのを、ね、与えてもらえるもんじゃないんで本当に楽しみですし、そこにピークを持っていきたいなっていうふうに思ってます。今年もドリームいけるでしょう。ドリーム、今年はただドリームに乗るだけじゃなくて1位になりたいね。まあそのぐらい言っといて言っといて、やっとドリームに乗れるぐらいだと思うんで、ファンの皆さんぜひよろしくお願いしますもう始まってますね、もうね。いや大事ですよね、そこはね、本当に、しかもこうナイターの6日制ということで、ちょっと長丁場の戦いになりそうですけど。まあ、最近ね、長いレースもありますし、ナイターっていうのも結構走ってますんで、その辺は問題ないかなと思います。そうですか。ちょっと改めて、ここでね、ファンの皆様に最後にメッセージお願いします。はい、今日の平のレースね、いいレースがたくさん揃ってると思うんで、ぜひ場内に行って車券購入してください。まあ自分も練習頑張ります。はいということで、佐藤慎太郎選手にお忙しい中ご登場いただきました。どうもありがとうございました。ありがとうございました。ではここでチャリロトのお知らせご覧いただきます。